チャンネル、まあ、今回ね、まあ、セブンパーク、ね、あの天海さんの方にまたお邪魔しております。でセブンパーク天海さんの方はすごく思想のね動画がすごく撮りやすい環境になってまして、今回やるギターをですね、なんとですね、はい、まあ、リッケンバッカーの、330ですね、来ましたよ、330。これが結構ね、あのどんな音するのかっていうのが興味があったんで、ちょっと、弾かせていただきます。ではカロンな。
ビートルズっぽいイメージあるんだけど、違うね、ピックアップの質かな。でした。まあ今日ね、ちょっと聞かせていただいて、うん、結構ね、うん、ちょっとね、思ってたよりもなんか普通にいろんなもの弾けるなって感じですね。もっとね、パンキッシュなイメージあったんで、どうなったかな。まあそうやね、なんかジャムとかね、なんかイギリスのこうなんかパンク混ざりの。うん、ガレージロックっていうかな、イメージがすごい強くてだったんだけど、意外といろんなことに使えそうなトーン持ってますよ。で、あとは原稿の調整の問題かもしれないけど、すごい弾きやすいんですよね。はい、というわけで、セブンパーク奄美の方ね、入ってきました。弾いてきましたよ、リッケンバッカーのね、330。やっぱりね、こう、なんかガレージバンドのイメージあるから、歪ませてもそこそこ歪むんだけど、なんかね、つまみ、後で試奏した後に、まぁ、ちょっと店員さんといろいろこう、つまみの研究してみたんだけど、なんか一番下のちょっと小さい、うん、つまみ、うん、がね、どうも一番怪しいなっていうことで、特にフロントに効くなんかトーンのコントロールって、なんか一番下のやつがフィルターみたいになってて、うん、そこをなんかこう上げる方向と逆の方向に持っていかないとフロントまともに歪まんかったんだよね。だからこれなんかつまみってどうなってんのかなみたいなのがほんま分かんなくてなんかセンターとリアでちょっとカリンカリン気味にこうなんかロックっぽいのは結構弾けたんだけど、ちょっとメローでこう太い音とかそういうのはね、なんかちょっと弾きづらくて、うん、まあなんかいろいろ試行錯誤しちゃったんだけど、音自体すごい良かったよね。うん、まあフロントアンバリちょっとそういう意味もあって、動画ではちょっとアンバーあれだったんだけど、うん、だけど後でそれが分かったら結構まあフロントでもこう歪ませてなんかこうかっちょぼいトーンとか、うん、さすがにメートルってまではいかないけど、うん、結構歪んだし割とパワーもあったと思う。だから P90 と、うん、違う独特のなんか出方してるっていうのかな。僕結構 P90 好きなんですよ。ジュニア持ってたこともあるくらいなんだけど、まあ、ギブソンで言うたらね、うん、そうなんだけど、うん、結構ねなんかトーンが、うん、ちょっとなんか山で弾いたことないような雰囲気出てましたね。まあセミホロ構造っていうかね、うん、まあそうなってるのがリッケンの特徴なんだけど、うん、エアー感も多少はあるのかなっていう感じだね。なんかでもやっぱほぼなんかソリッド感がやっぱ、うん、まあってなんだろうな、テレキャスターの信頼かいやそれやってかなあれはね、表現ちょっとおかしいか、うん、とはまたちょっと違う癖だよね。ピックアップのせいかもしれないよね。まあ、ピックアップのせいかもしれないですね。なんか若干粘りがあるっていうか、うん、まあ、普通のフェンダー系のピックアップとはちょっと違う感じしましたね、出方が。うん、なんで本当にイメージ通りで、なんかこうブリティッシュな、うん、ブリティッシュな、まあガレージバンドとかパンクとかそういうのをやるのにすごい向いてるような、うん、イメージあったんだけど、なんでそういう人がやっぱりよく使うのかっていうのね、そういうギタリストが使うのかっていうのはなんとなく分かったような気がするね。
で、歯切れはすごいいいよね。うん、なんか歯切れもいいし、うん、あのコード引きに結構適してる握りしてて、うん、なんかあの、まあ、リードガシガシ引けないイメージあったんだけど、リードも引けないことはなく、うん、普通になんかバランスよく使おうと思ったらできるんだけど、なんかネックグリップの関係とかやってる音楽のイメージ的、うん、なんでついついこうコード引きとかちょっとパンキッシュなプレーに、まあ、走ってしまいそうになるよね。うん、でもまあ、 あの結構プレイスタイル的には割とあの幅広く思った以上に使えて、かつなんかね、あの楽しく弾けるギターだなと思ったんだよね。で、上がるよね、なんかこうリッケンバッカー使ってるとね、あのなんかちょっとビートルズっぽいのもちょっと途中で弾いたんだけど、ちょっと忘れてて最近弾いてなかったから忘れてたんだけど、なんかああいうの弾いたりとか、まああのビートルズだったらあの325とかだよねなんだけど、もうその時期には使ってなかった曲なんかやっちゃったりとかしてたんだけど、いやでもなんかあのそういうブリティッシュ系のバンドが好きな人には、うん、すごく向いてるギターだなと思いますね。どうですあの英国野郎、うん、俺はイギリスだぜって言って、あれとね、まあ、ボックス組み合わせるとか、あ、そうや、俺ボックス持ってたな。ボックス使いって、あれ一本持ってたらちょっと箱つくんすかね。まあ、ねえ、うん。とかね、うん、マーシャルにね、まあ、今回マーシャルさせたんだけど、イギリスやからね。うん。ブリティッシュっていう感じでどうですかね、一本あったらね。うん、というふうな感じでした。というわけで今回のね、まあ、タケダロックチャンネルは、まあ、あのリケンバカね330を、まあ、買い物のついでにちょっとあの試奏し合うっていう感じですかね。はい、まあ、あのちょっと弦のね価格が、うん、あ、そうそう、あのちょっと上がるみたいです。あのダダリオが結構なんか数百円上がるって話、今ちょっと小耳に挟んで、あのダダリオ使ってる人は早めにあの弦のストックやっといた方がいいかもしれないですね。まあ、というわけで、まあ、今回のタケダロックチャンネルは、まあ、リケンバッカ330を使用しましたっていう、まあ、あの動画でした。この動画がご良かったと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録お願いします。それではやってます。タケダロックで検索、検索、ちょうげて、はい、タケダロック、失敗です。